ちゃんとまいまいとゆいにゃんのマイレイトショー。今回は私が、家から出れないということでということで、私たちみんな好きなものあるよね。あります。そう、でもこの感動をさ、やっぱり友達とかいろんな人に知ってもらって共有して、なんかわーってなりたいじゃないですか。なりたい。ということで今回の企画、はい、好きなものを何でも2人に布教しようという布教会です。イエーイ。ということでね、まあ本当にみんなオタクしようぜっていうだけの、はい、企画ですね。ということで、その布教をする順番っていうのをちょっとじゃんけんで画面越しなんですけど決めたいと思います。これは買った順、買った順にしよう。はい。じゃあ、れいちゃんからですか。はい、お願いします。かしこまりました。私がですね、今回布教をするのはこちらです。はい、あ、出ない。ちょっと資料を持ってきて。はい、こちら永瀬廉くん。あ、本当にあの画像見せれないからさ、使ってきてんだけど、やばい。気合いの入れようよ。あ、もうかっこいいね。やばい、作ってきてんだけど、この人すごいね。愛だな。なんかさ、声優だから、あの、アニメとか布教すると思うじゃないですか、皆さん。おう、ただ私ですね、はいはいはい、あの布教するアニメとかもみんな知ってるのよ。まあね、まあね、あるある。そうね、だからもうね、一番それを省いて熱量を込めて愛を伝えられるのはどれかということで、こちら、キングアンドプリンスの永瀬廉くん。れいちゃんマジで好きだね。くっそかっこよくない？もう厳選した。厳選したの、元気もさらね。もっとあるよ、もっとある。はい、あのね、永瀬廉くんはですね、はい、あの1999年1月23日爆誕されました。爆誕爆誕22歳ですね。はい、はい、しかもこれ関西なのよ。関西ジャニーズなんですよ。はい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 。好きにならないんですけれども。関西ジャニーズと普通のジャニーズがあるの？あ、やっぱり関東と関西でね。まあ、あの、うん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 。関西弁使うか使わないか。関西弁使うか使わないか。うん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 。思ったんだけど。そう、それでね、この人ね、全角度、国宝級の異名を持ってるイケメンなんですよ。どういうこと？だからね、はいはいはい。斜め45度、右から左から下からバングル。全角度、国宝級っていう異名なの？異名を持ってる。全角度、国宝級。っていうワード、パワーワードすぎない？パワーワードすぎそうだね。見てどこもかっこいいからね。いろんな角度ちゃんと持ってきてるからね。そうそうそう。で、イメージカラーがね、あの黒じゃなくて漆黒なんですよ。ね、黒じゃなくて漆黒ね。へー、はい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 。それでねーちゃんも黒目指してるの？いやいや、でもそれはぶっちゃけちょっとはあるんだけど。ちょっとあんのかい。でも普通に黒が似合うねって言われるから、まあ人間大体黒似合うんだけど、マイマイ以外。あのいや、それは前の動画見てくださいって話ね。そうね。そう、だからね、大体レン君を私は見るときはテンションが下がっていくときとか、あの、もうライブしたくねえなって思ってるときとか、あの見るんですけども、もうバリかっこいいの、なかなかすぎちゃって、もう本当に歌ってる時の声もかっこいいし、うんうん、あのね、うん、たまにカメラから目線を外したら、カメラに目線を送る時にね、めっちゃかっこいいの。だから本当にかっこいいの。かっこいいしか言えへん。本当にかっこいいし。それでね、なんかね、一番最初に永瀬廉くん好きだなって思ったのが、うん、あの、はいはい、2018年5月23日にデビューしてるんですよ。ほうほうほう。ほうほう。あの、シンデレラガールね。曲だっけ？ああ、はいはいはい、はい。そう、一番有名な曲だっけとか言って。うんうんうん。あの、まあ、最初にね、これがね、あの、もう、King&Prince がニュースに出た瞬間に、うん、一人かっけえやついんな、みたいな。ノリだったんですよ。うん。でも、まあ、かっこいいなと思ったんだ、見て。かっこいいなと思った。でも、わっけえな、うん、うん。で、ミュージックビデオ見たときに、2番で、うん、シンデレラガールの2番で、僕はまた君に恋するだろうって言ったとき、こうやってハート作るんですよ、カメラに向かって。はいはいはい。振り付け？はい、振り付け。うん、ゲロかっこいいの、マジで。それを見てほしい、僕は。でも、こないだなかったんで、見せたんだけど。あ、そう。あの、この前ね、夜ね、ちょっとレイちゃんと、キンプリの動画をなんか、まあ、軽く布教されてたんですよ、先に。はい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 。
そう、ハートがハートがとかってずっと言ったらそのシーンがないって言って、そう、ないない、ゆいちゃん一回直す、後ろ、いい、ごめんね、もう撮ろうかな、これこれを楽しんでもらいつつ、なんかレイちゃんがいつになくトークがうまい、あ、そうね、なんか流暢だよ、すごく、うん、いつも噛むか変なこと言うのにこんなに流暢なレイちゃん初めて。大体好きなことを語るときってさ、早口になったりさ、うん、噛んだりするじゃん、うん、もうまあね、みんなにレン君の素晴らしさを教えてるからさ、もう噛まないのよね、慣れた、慣れた、慣れた、なるほど、そう、プレゼンに慣れた、なんか男の子にも、うんうんうん、結局どういう人がタイプなのみたいな、うんうん、そういう時に、え、永瀬廉って、うんうんうん、永瀬廉を調べてもらう、で、それで調べてもらって出すじゃないですか、うん、で、その時に止めて、はいはいはい、あ、この画像がかっこいいんでちょっと聞いていただいていいですか、ね、これが一番かっこいいっつって、え、それは入ってるの今日、いや、この顔好きなの、この顔、これが推しらしいです、推しの、あ、なるほどね、推しの推しはこれらしいです、推しの推しこれ、いや、全部かっけんだな、我こそは永瀬廉君に似てるぜっていう、あの男子たちぜひれいちゃんに、そうね、あの募集してますみたいな、募集してます、もうね、クズでも私は受け入れる、ただ声がダミ声とかだったらちょっといかないかもしれない理想が高い、いや、いいけどこいつ、そうね、以上、もうね、語ったらもっともっとね、時間かかるんですけども、はい、とりあえずここから説明しておきましょうかね、はいはいはい、クレン君でした、はいはい、ありがとうすごい、や、山ほど聞きたいことはいっぱいあるんだけどねまた今度ちょっと聞かせてもらって、じゃあ私ですかね、はい、ね、はい、はい、私はですね、おミュージカル刀剣乱舞を視聴させていただきたいと思います。わー、見たことないぞ、イエイ、あのですね、 2.5 次元舞台って、うん、まあ今いろいろあるじゃないですか、大体の人がブレイクするっていうのがこのミュージカル刀剣乱舞なんですね、はい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 、そうなんですよ、で何が面白いって普通の、あのこれゲーム原作なんですけど、ゲームだとただ戦いに出るだけなのね、だからストーリーとか別に何もないの、なんだけど、ミュージカルになるとお話にしないといけないから、オリジナルでそのキャラクターたちがいっぱい動いてくれるんですよ、もうそれがたまらなくこうゲームから補完される感じがしてすごい好き、はいはい、まずそこが第一として面白いところ、でかいかもね、でそれは大きい、そう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 、大きいと思うんだけど、あとはね、ミュージカル刀剣乱舞の面白いところは一部二部構成なんですよ、一部がそのミュージカルパートって言われる部分、お芝居込みの普通のミュージカル、まあ、盾もあり歌もありダンスもありもうかっこいいんだけど、で二部がライブパートなんです、あら、あら、そうなんですよ、あらあら、なんとその刀剣男子たち、まあ、刀剣男子って言うんですけど、刀剣男子たちがあの現代の戦と称してライブをしてくれるんですね、そうで通常のその衣装だけじゃなくてライブ用の衣装があるんですよ、あ、かっけーわそれは、これオタクの頃くすぐるね、もうかっこいいんですよ、くすぐるでしょ、くすぐるでしょ、うん、でまあ作品ごとにちょっとずつ衣装がみんな違うので出てくる人も違うし、なのでなんかどれ見に行ってもすごい面白いです、うん、なんかどれかしら誰かのフェチに刺さると、うん、そうなの、もうね、なんか衣装のこととか語り出したら本当に止まらないんだけど、はいはい、いや本当にあのミュージカルが苦手な人でもライブパートだけでもすごい楽しめるものなのですごいおすすめですね、で、あとね、そうだな、なんかこっちで見せた方が早いかな、あ、はい、よく思ったろうな、こういう感じ、いやもう今日は見せたくてこういう感じなんだけどね、ライブ衣装というものがございまして、ドドン、あ、かっこいいな、こんな感じになるんですよ、ちょっとなんかセクシーな感じなんだね、確かに、あ、そうそう、こんな感じでキャラクターに合わせてみんなそれぞれ衣装が違かったりとか、うん、そうで、またこれがね面白いところがあってなんとそのライブ中にですね脱ぐという行為がありまして、第1形態、第2形態、第3形態っていうのがあるの、うん、で、ライブがだんだんクライマックスになっていくために面積が少なくなっていきます、あ、もうダメじゃないこれ、ダメじゃない、ペチに刺さる、他の人たちも割とそうなの、割とこんな感じでも露出少ない子もいます、やっぱりそのキャラクター性を守るっていう意味も含めてちょっと少ない子もいるんだけど、
でもみんなそれぞれ本当に似合ってる、もうそのキャラに合ってるライブ衣装っていうのがあるので、これがまたたまらんのですよ。もう現場で見てほしいぐらい、うん、本当にわかるわ、うん、そう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 、トーラブ何も知らないけど、うん、ちょっと興味湧くもん聞くと、うん、それでしょでしょ、うん、でなんかそのいろいろね作品があるんだけど、その中でも毎年冬になんか全員集合みたいな感じのね、こういうイベントがあるんですよ。結構いっぱいいるんだけど、どうしたどうした、れいちゃんがなんかそうこういうなんかいっぱいいるキャラいっぱい出てくるイベントもあって、うん、普通はね6人なんだけど、その6人以外とも一緒に歌ったりとか、なんか本当はこの曲はこの子は歌ってないんだけど、そのこういうお祭りイベントの時だけ他の子がパートを歌ったりとか、そういう面白さがあります。いやーちょっと見たいと思った今な。いやーもう本当に本当にあのね、なんか歴史が好きな人も絶対好きだし、イケメンが好きな人も絶対好きだし、霞んで見てください。ミュージカル時計なんか発表させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、じゃあ最後まいちゃんにお願いしようかな、はい、ちょっとね私ね最初からこの企画を言われた時に、うん、紹介しようと決めてたものはあったんですけど、はい、だからオタク的に好きとかそういうのではないです、はい、正直に言うと、はい、今日はちょっと2人とテイストが違う感じにはなってしまうんですけれど、あの、はい、布教したいものを布教しようと思います。おいいじゃないの。はい、はい、布教したいものはですね、某 YouTube チャンネルなんですけれど、検索できる人はしてください。あの、はい、大変身チャンネルっていうのがあるのね。ちょっとさ名前からなってさ、はいはいはい、好きそうよいつなんだろうこれ始めたの、割と最近だと思ってた、うん、4ヶ月前とかだね、うん、多分。あ、結構最近なんだね。そうそうそう、俺よ、ね、そうそうなんだけど、もうその4ヶ月前の動画がすでに41万回再生されてる。わー、すごい。そう。で、だから始まったくらいから多分、割と見てて、まあ、どんなチャンネルかっていうと、単純にビフォーアフターなんだよ。大変身チャンネルだから。で、うん、なんか女性じゃなくて男性なのね。はいはいはい。おなんか、まあ、流れとしては、もう、うん、YouTube をやってる人は2人で、1人がもう日本一を取ったことがあるっていう美容師さん、うん、でおーすごい、1人はなんかホストとかをやってるような、その人と、うん、その男の人と2人組でやってて、うんうん、で、うんうん、流れとしてはその2人組で秋葉原に出くわして、秋葉で何出くわしてとか出て、うん、で秋葉原で何でもないもう道歩いてる人の中からいろんな人に協力をこうまあって声かけて、はいはいはい、その協力してくれるっていう一人の、まあ何、まあ、冴えない状態の原石の方を、もう服から、はいはい、服をまず買うとこから始まり、はい、で最後にヘアカットしたりとか、うん、顔とかも全部あの眉毛整えたりシェービングしたりしてセットして服着替えて最後ドンってやってまあ終わるから、本当に普通のビフォーアフターな、うんうん、なんだけど、うんうんうん、このレベルが高すぎるのよ。ああそうなんだ。でこの動画を見て本当に思ったのは、うん、この世にブサイクな男はいないんだって思った。でもそう思えるくらいなんと変わるの、はい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 、ですごいね。変わった後にやっぱ変わったってわかるんだろうね、うん、だから立ち方とか姿勢とか顔つきがまあ変わるのよ、うん、本当に変わるの。なんかそれでその動画の中でその広志さんとかがなんかその男性の髪型のセットとかそういうヘアカットとかは女性の化粧と同じくらい大事だよっていうのをすごい言ってらっしゃってて、それが本当に説得力あるのよ、はい、この動画を見ると。男の人が顔剃りをするだけでまず肌がすごい綺麗になるし、頭皮も上がるから、別に化粧してなくても顔剃りして眉毛整えるだけですごいまず変わるのに、そこで髪型をちゃんと切って何セットして、うん、いやマジで別人なの。マジか。あ、そうなんだ。本当に別人、本当に見てって思う。はいはいはい、で、うん、そう、それでだからそれは結局女子にも多分言えるから、顔いくらやっても顔周りの髪の毛とかね、うん、特になんかたださ何もしないでとりあえず溶かして出かけるとか前はしてたけど、うん、いや、うん、ちゃんとしないとこれ
何損するわって思ったし、実際自分がやっぱ美容室変えただけで圧倒的に髪褒められること増えたし、うん、垢抜けたねって言われることも増えたし、うんうんうん、だ髪の毛ってマジバカにできんって、本当に思う、それは思うけどね、本当に思うからマジで妥協しない方がいいって特に思えるチャンネルなのこれが、はい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 、素敵、本当に何でもいいから1本くらい見てほしい、失敗してる回なんてないから、なんかでそのなんだろう変わってもらった男の人たちとかがやっぱ最後感想とか言うんだけど、うんうん、やっぱり自分がこんな服を着たりとか、うん、こんな風にやっていいのかっていう気持ちがやっぱもともとあったとか、うんうん、そういう気持ちを持ってる人がやっぱりすごく多くて、うん、その人たちにすごいきっかけとか勇気を与えてるチャンネルなわけ、あ、まあ、それがまず一つの魅力なんだけど、あとこの2人のトークがまあうまいの、うん、でその美容師さんもそうなんだけど、メインで回してる人がそのホストやってますみたいな人なんだけど、その人の話術がまあうまくて、人を絶対傷つけない言い方するんだよね、ああなるほどね、そうそう、絶対なんか人にマイナスな気持ちを与えないようなトークをするの、でも、うんうんうん、なんだろう、結構いろんなことをずかずか聞いてくのね、だからやっぱさ、うんうんうん、なんかその暗い見た目を、ね、はいはいはい、されてる方って結構いろんなもの抱えてる人がやっぱ見てると多くて、でもそういうのもなんか嫌味じゃなく聞くのよ結構、でもなんか聞いてくれたことが嬉しいのか、結構心よくみんないろいろ答えてくれたりとかしてて、うんうんうん、みんな答えてくれたことに対しても絶対相手を傷つけない、なんかいい塩梅のね、うん、返しをしながらやっていくから、まずトークもそれで面白い、はいはい、私すごい勉強になるから、見ててすごい気持ちがいいんだよね、で最終的にそのビフォーアフターしてもらった人が一番イケメンになるっていう、毎回そういう感じで帰ってくから、本当にこの世にブサイクいないんだってちょっと本当に思うから見てほしい、大変身チャンネルマジで見てください、特に世の男性見てくださいぜひぜひ見てください、すごい気持ちになれるのでお願いしますっていう私の最近のおすすめのチャンネルです、はい、ありがとうございます、はい、でもなんかこうみんなそれぞれね、やっぱりおすすめのものとか今ハマってるもの好きなものってやっぱ熱量があるとさ、目がキラキラするしさ、で聞いてる側もやっぱり楽しいなって思うので、なんか、ね、これをきっかけに皆さんも何かに興味を持ってもらえれば嬉しいなと思います、また不協会しましょう、はいはい、ということで、はい、今回はありがとうございました、また次回の動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。